はい、ひとつきまさしみです。本日はですね小池百合子さんなんですけども、えー、なんかですね警視総監に泣きついたと、えー、あるいは逆ギレしたのか、えー、よくわからないんですが、えー、選挙に東京15区の応援演説に関して、えー、なんとですね 総理大臣以上の警備体制ということがですね、えー、なんかあ,のあ,あるらしくって、これ、デイリー新庄の4月25日、配信されているものなんですが、小池都知事が警視総監に何とかして、乙武氏の応援演説は首相並みの厳重警備、警察が過激すぎる候補を捕まえられないわけというふうに書いていてですね、えー、これがですね、あのまあ、取っているのがまさに2024年の4月25日に。 取っているんですけどまあ、小池さんだけではなくってですね東京15区の選挙がですねまあ、相当、えー、荒れておりますかなり荒れておりますで、えー、これについてですねこれは時事通信のニュースで4月19日のニュースなんですが命の危険を感じる いいうふうにでですすね、ね。批判をしているんですよ、ねえー、これ東京都知事の小池百合子さんがですね、19日の記者会見で、えー、乙武さんの、えー、街頭演説中に、まあ、あの大音量で妨害行為にあっているということで、えー、命の危険を感じるような場面もあり選挙区外にある小池さんの自宅周辺でも同様の行為があった。 小池氏は選挙活動の範囲を、えー、逸脱していると指摘、今後の対応について法律の枠内で何ができるか精査していくというふうになっていてですね、でこれに関しては、ですねあの総務省の,あの大臣、松本さんもですね選挙妨害は処罰の対象になりうるというふうにこう言っているんですよね。まあ、これ、なんで総務大臣があの言っているかというと、まあ、選挙取り仕きっているのって総務省な,んで、ねえー、なので、こういう状況で、まあ、余談ですけども、 あの誰かね自民党の議員が辞職した補選があるたびにですねこの野郎っていうふうにあの総務省の役人と地元の、ね、市役所の方々区役所の方々は、えー、おそらくぶちギれているとそれぐらいあの取り仕切るのって大変なんですよねでまあ今回一体何が起きているのかということとですね、えー、小池百合子さんまあ,あの選挙妨害選挙活動の範囲を逸脱しているというふうにこう言っているんですが、まあ、あなたの学歴詐称もまあまあやばいことやろうと。 いうことで、えー、この問題について元白報道の作家の本間さんとですね、えー、話をしていきたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやなんかあのー、小池百合子さん自宅にも外戦車が回っててそ、はい、うんうんうん、ねいやまあこういう状況でね、えー、はありますがまあそもそもですねこのなんちゅうか東京15区はですねかなり候補者が乱立を していてていいでですね9人いてですねねもうなんか、うん、むちゃくちゃな状態になっている感じなんですよね。でこのま15、あ、区でやっぱり目玉となっているというか実は騒がれてもいないし、えー、まあ、そんなに話題にも上がらないだけども一番あ今のところ優勢。 だと言われているのが、酒井夏実さんなんんですよね。まあ、坂井夏実さんというのはですね立憲民主党の新人でございまして、えー、この立憲民主党の新人,新人の方が、まあ、こうやって戦っている状況なんですけど、うん、まあやっぱり台風の目になっているのはですね、えー、世論調査とかで見るとまあなんか負けそうなんですけどやっぱり乙武さん。 なんですよ乙武さんがなんでそんなに台風の目になるかっちゅうとやっぱり小池百合子さんがこうついているからなんですよね。で、うんえー、乙武さんに行くやじというのが「おいこの不倫やろう!」とかって言われたりですねあと小池さんが応援してくる時にはですね「学歴差先問題はどうなった?」とかっていうふうにこうやじられてるわけですよ。でもこれに関してはね まあ、ある意味仕方ないでしょっていう風に思う部分もあるんですけど、まあ、自宅に外戦車が回ってくるとか、まあ、あとなんか、えー、と小池さんのところ乙竹さんのところでなんかあのけん、えー、みたいなものが勃発しそうになったりとか、まあ、そこまでなっていてそれで、えー、この「デイリー新調」の、えー、記事によると小池さんが警視総監に ええー、何とかしたっていうふうにこう言ったと。でちなみに警視総監というのはですね、えー、東京の警視庁のトップでして、えー、皆さんのお住まいにはあのー、住んでいるねところには例えば大阪だったら大阪府警、えー、例えば千葉だったら千葉県警、そこのトップなんですよ。だから警視庁っていうのは東京と えー、警察のトップという形になって、まあ、そこに小池さんがね当然自分の部下みたいなもんですから「お何とかしろ!」っていうふうに言ったらなんか私服制服合わせて100人以上が出てきたっていう。な必要なの <laughs> いやちょっといくらなんでも権力振り回しすぎじゃないかっていうのとなんかえー、100人ってどういうことなんて思うんですけどおばさんどう思います<え>これ。 だって全然必要ないよ、ね、100人はやりすぎでしょあのね100人ってなったらさ、うん、多分小池だとかおとた系の周りをぐるぐるに取り囲んで中に出ないっていう、うんうん、なんか本当あの爆弾投げられるのを防ぐためみたいなさでさでんかそれがですよどういう状況なのかっていうと 4月20日の午後10時過ぎ、えーえー、東京都江東区の豊洲市場に隣接する観光施設、豊洲選挙万来は物々しい雰囲気だったと、えー、いうことになってて、車線の片側が封鎖され、乙武候補の選挙ーを取り囲むように、幾重もの鉄柵が設置、鉄柵が設置、本間さん、人だけじゃないです、鉄柵も設置。 でその上でそこかしこに立って目を光らせている背広姿の男たちはみんな警視庁の SP 乙武さん急に VIP 扱いで SP は1 0 0メートル以上離れた歩道橋にも配置明らかにオーバースペックうう制服も入れたら100人以上動員乙武氏の応援演説に入る小池入子氏を警備するために配置された人員総理大臣以上の警備体制なんですけど これ午後10時って書いてますけど午前10時の間違いじゃないかなねえ午後10時まで午後10時だとしゃべっちゃダメでしょしべっちゃダメねうん午前かなまあちょっとそこいわからないんですけどまあとにかく鉄柵を置いて100人体制で100メートル先までなんか警官がいるとでなんでこんなことになったのかっていうと 警視庁関係者によれば小池氏が警視総監に過激な行動を繰り返す候補者を取り締まるよう要請した結果異例の警備が敷かれるようになったと、えー、18日に小池さんの自宅まで突され、えー、第四寮で外旋活動もされていることも影響しているうんすごいよねだからこれ結局その相手がメガホン使えるもんだからうん でメガホン使えるのは相手も候補者だっていう、そう,そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。もうまさにこの法の盲点をついてきているんですさ。あの、普通の人が、ね、普通の聴衆がさ、うん、夫だけでも小池でもいいけど、うん、選挙演説しているときにメガホンなんか使って、うん、ダメ、化粧落とせとかって言ったら、うん やっぱり羽交いじめにされたりするわけよ。選挙防具ん、うんうん、だけど、今回の場合は、あのー、その言っている本人たちも、うんえー、候補者なんで、そうなんですよ。そこは確かに法の盲点をついているっていう。だから警察も結局、まあ、できることって言えば、うん、そのできるだけ遠ざけて、 近寄らせないようにするぐらいしか手がないっていう。あのー、まあ国肉の策、うん、にしたってお前百人は出し過ぎだろうみたいな。百人はいいし鉄策。<laughs> 国家厳守並みだな。いや本当国家厳守なみ。もう総理大臣以上の警備体制って書いてますよ。<laughs> やることがて適当というかさ、うん、言われたからじゃあやってやりますかっつっていないやーでもさこれねやっぱ権力者に応援される候補者っていうのはこれだけもう特別扱いされるんだね。うんだって。一応さ、うん、土地だからねう 一応都知事だっていうところもあるよ、ね、まあこれはな何て言うのかなただの候補者、うん、だったらいくら言ったってさ、うん、あじゃあ、あのー、近くの派出所から2人ぐらい行かせますんでみたいなまあそんな感じでなっちゃうとねうん、うん、やっぱりまあ一応都知事という、うん、まあ肩書きがなせる技だと思うよね。うん、そうやろうねこれはうんたださあれだよね そこまでさその聴衆との距離を取っちゃうと、うん、まあ逆に演説したってあの一般大衆には響かないなんか随分ん,んかすごい遠くで喋ってるけど <laughs> なんで俺たち近寄れないんだろうみたいなさうん、うん、そういう感じになるじゃない、うん、なるよだからまあそれもそれでちょっとやりすぎはどうなんでしょうかっていう。うん まあただまあもう時間的にはあと3日ぐらいしかないから。うん。まあ、なんだろう。給与の策なのかもしれないな。そうでしょうね。うん、ね。で、やっぱりこう、よくよく考えてみると確かに、人の選挙を近くに寄ってでかい音量を立てて、 えー、人の選挙を妨害するっていうのって今まで日本ではなかったんだよね。<ー>うん、なるほどね。だから、あのー、公職選挙法の,そ,のもうそれを全然想定してなくて、うんえー、そういう場合はどうするのかっていうことには全く触れてないという。うんうん、でちなみに他の陣営ってどうしてるかっていうと。 もう例えば選挙カーがすれ違ったから、うん、あのお互いに何々候補頑張ってください何々候補、ね、頑張ってくださいみたいそれとか誰かが、えー、と止まって演説してるところをあのえっ、ー、と選挙カーが行くときはあの立ち止まってやってる方は「あ今何々候補の選挙カーが通られます頑張ってください」みたいなさはい,いと 協定的に、ね、そうそう心の中で落ちろクソやろって絶対思ってるけどもう, <laughs> もう机の下では蹴り合いをしまくってるけれども、うん、まあそういうさ、うん、まあでもなんか俺これうわこれあれを思い出したよ、うん、ナチスがね共産、うん、党を攻撃した時のやり口に似てるねおなるほどね 私はあのううのトランプの支持者たちの行動をちょっと思い出しましたね。まあでもね、そうそう、アメリカではそういう、うん、アメリカはもう何でもありだからさ、うん、ギャスかギャスかやり合うわけじゃない、うん、で、そのお互いの支持者同士で、さ、血みどろの、あのまあ、血みどろまではいかないけど、<laughs> 相当熱くやり合うよね。うん、うん。あのー、そう。 ナチスがよく使った手でさ、うんうん、当時、蓄音機が、あ<ー>あ今で言うとレコードだけど、うんうん、レコードがまあ発売されて、それがもうとにかく新三種の人気みたいになってたんだけど、うん、蓄音機を選挙,選挙演説の場に持ってって、うん、相手の共産党の喋っているやつを録音しちゃうんだよね。うん、で録音して、 それをそのプレスして、で、自分の選挙で、その相手の喋ったところでミスがあるところだけ再生して、こいつはバカだ、こいつはバカだ、こいつはバカだって言って、徹底的にやり込めるっていう。なるほど。まあ、要するに今で言えばさ、うん、録音テープっていうか、まあ、もうすらテープすらないけれども、こういうデータで。 相手がちょっと喋ってるところをすぐ言葉尻をでってけ、うん、なしまくるっていうなるほど手法を始めたのはナチスなんだけどまあなんか <laughs>、えー、80年ぐらい前に戦争返りするっていう人さうんなんかやり方が暴力的でねまあもうしかもまあもちろんそれ以外にもやっぱり共産党が演説してると共産党がっていうか 他の党が演説してるの、ナチスの親衛隊が取り囲んで、エアホンであのギャー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 言って潰す、平気でやってたわけで、まあ、それを戦後の公職選挙法を作ったときは、日本はそこまでいかないだろうと思ってたんだね。で、事実、今までそういうことはほとんどなかったわけん。 だからこれはやっぱり乙武さんがなんかあれだよね公約の一つにさ、うん、公職選挙法の改正を追加したとかってお<ー> <laughs> あっまあそうねっていうね、うん、まあやっぱりこうどちらかというとさ公職選挙法はその日本の公職選挙法はもうなんとなく性善説にこう乗っかっちゃったみたいなさうん、うん ってままさかそこまでやるだろうとは思ってなかったったていう,、ねうんうん、だからまあちょっとそういうでもまあ海外ではあるわけで、うん、まあ日本にも来るべきものは来たみたいなっていうのがあるのかもしれない確かにね。うんで、うん、でもさあれだよねそのそうやって妨害する人たちも妨害する人たちでやっぱりこうほらいろんな思惑があるんだな。 うん、その防衛する側の小池はまた権力振りかざして防衛ラインを張るっていうちょっと他の候補たちとは明らかに違うじゃないそのいやーだってこれあの他の候補たちもやられてるわけよ立憲とか、うんね、維新とかさ、うん、<laughs> ひ々しくやられてるんだけどうん、うん、こんだけの防衛ラインを構築してる。 こ,こ,はこれあれかノルマンディーのあ,のあれか鉄壁の要塞みたいな感じかみたいなさ <laughs> ノルマンディー上陸作戦の何小池側はどどドイツ側ですかドイツ側で守るわけよ <laughs> で連合国が攻めてくると <laughs> でも相手は連合国みたいに別に物量も何にもない何にもないよまあこの3人か4人で来るぐらいじゃないだって、あのー、実際どういう人たちなのかっていうのはですねあえてここでは言いません ね、あのー、まあそうどちらかというと話題を作ることにねあの求めているわけですからここではあえてそれは言いませんけど、まあ、一番若い候補者の方と。うん、でそこの,あのじゃあ何でこんなことするんだっていうとやっぱ1つ話題作り一つ、ね、で、えー、これあの私そこの党の寒波の収入を調べてみたらですね ええー、寄付えー、収入還パというか寄付とか還パとか全部合わせてええ二千三百万円あるんですよ。おお<ー>。やっぱりやっぱこういうエキセントリック中で中にはね一人で百五十万振り込んでたり、百万振り込んでたりとか。なんでわか,かるの？うん、い,やいやそうその普通に総務省の、うん、あの普通に政治資金収支報告書に載ってますよ。あもうそんなのあるんだ。ある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 。 この,<ー>あの「なんとかの党」というところは、えー、調べる限り何年か前からすでに政治資金収支報告書は公開されておりますよ。あされてるんでまあこ話題作りにもなるとやっぱり、まあ、YouTube とか SNS でやっぱ伸びますからね。うんでそうするとあのいいんですよ。まあ、ひと月満殺見てる人たちの中でね なんかそんなあのもう本当、えー、そういう下品な妨害活動とか乱暴なことをするっていうのはええー、って思う人が多いと思いますよ。でも日本にはさ1億何千万人いるわけですよ。で1万人に1人刺さればね1人がお金を払ってくれると。うん、そうするとこれはものすごくいいビジネスになると思うし、まあ、いいと思いますよ。でかつ、うん さらに言うとあの選挙に通らなかったとしてもですよ通らなかったとしてもものすごく話題になるしそれがまたビジネスとか SNS の拡大に使えると思うんですよね。でだからそういうやり方がしかもあの取り締まることができないんですよ立候補してたらねだから協託金がえー、っと衆議院選挙だから300万円か。 うん、それぐらい払ってでもある意味回収でなるほどなで。で、まあ、ただそれはあ,のあくまでビジネスの視点だけでち、まあ、なみにあのそれの大先輩橘さんだと思いますけど今言ってる仕事で、ね、大先輩はあ N 党の橘さんだと思いますけどもあの、まあ、でも結局借金膨れ上がっちゃったじゃないですか。 結局、先鋭的に先鋭的に先鋭的になっていくといつかポンとなるんですけどただね、そのビジネスという観点以外でじゃあ、小池百合子さんや自民党もうそもそも東京15区の選挙ってあの法務副大臣の柿澤美斗が公職選挙法を違反して合掌っていうふうになってそれで始まってるわけじゃないですか。ね、で、小池百合子は学歴詐称問題だと。 こう言わわれてるわけじゃないですかでそういう状況の中であのいやお行儀よくルールを守ってやりましょう。まあ私のカイロ大学卒業は本物ですけどね。とか自民党のこう自民党の内閣の総務大臣がいやいやきちんとルールを守りましょう。いやお前裏から殺ってんじゃねえかよとかっていうふうになるとやっぱり不満がたまっていきますよね。でそういう不満に対して もう本当に乾いた薪のような不満がいっぱい溜まってるところにこういうエキセントリックな行動をちょっとこうって火をつけるとですねパッてもうあの燃え上がるだからうん、うん、ルールというよりも道徳を踏みにじって上がね踏みにじっているからこそじゃあ俺たちも法律の穴ついて道徳踏みにじってやるよっていうふうになるからまあだから小池さんのこの対応は 確かにそれ嫌だと思う凱旋人ねあの凱旋者自宅まで来たら嫌だと思うけど<ん>上の人間がそんなねモラルのないことやってるから下の若い人たちもこうやってぶち切れるんだよとも思うやっちゃいけないことだとは思いますけどね,うねでも,でも何,何,何千万もカンパ入ってますよおまさん。すごいなでる人とかもいますよ。カンパで このくだよねやっぱねいいいやすすごいすごいよやっぱそういうあれか、はい、なんかこう闘に対してう,、ね、うんね勘違いしちゃうと <laughs> 頑張ってる若いやつがいるって応援すらかってえっとね静岡県浜松市北区にお住まいのえっと、K さんという方がその人150万円払っておりますね <laughs> あと神奈川県平塚市の,あの Y さんという人は100万円払っております。 えー、茨城県の、えー、鹿嶋市、えー、の T さんはですね50万円払っておりますやっぱりこれコンテンツがとんがればとんがるほど一人当たりの単価も高くなるいやーちょっとうちらも三菱 UFJ 銀行駅長支店4569556「乾、え、杯、ー、よろしく」って言ってますけどもうちょっととんがった方がいいかもしれないです。 どうしましまやっぱもうちょっとこうね、うん、行動的になった方がいいのかねちょっと本間さんとえー、っとまあお二人でこういう距の自宅に突しますかただあのメガホン持つとうちらは逮捕されちゃうんであのピンポーンって鳴らして「すいませんひと月き万殺の清水なんですけどカイロ大学の学歴詐称問題について取材に来ましたお話聞かせていただけませんか」と <laughs> かっていう <laughs> 今、そのピンポンにすらたどり着けないけどね。そうね、鉄作まあ、自宅は鉄策じゃないだろ。絶対警察官やってくるぞ、<う>絶対いるよ、<laughs> もう、ね、私服がいるんだから。<laughs> おう、二人でさ、うん、怪しい二人組さ、<laughs> あの、なんかもじもじしながらさ、うん、って言ったらすぐに職、職質されるよね。じゃあ、<う>ほら、あの、文春砲を食らって、えー、っと、電撃辞職した、えー、あいつ。 宮崎<沢>まああれ比例ブロックだからあの次の選挙ないんだけどもなんかどっかの補選でうちらも立候補してまあ例えばあの静岡のところだったらこうなんか宮沢宏樹やたらここ触ってたんでしょ2人でこう触りながら、うん、こんな霜の緩い政治家たちでいいんですかとかって言いながら配信しますかまあ伸びることは伸びるだ、うん、だけどちょっとねうちらそういう芸風じゃないんですよ 何気にそこら辺はねあの真面目にやってるんですこんなキャラなんですけどちょっともうさそういう芸風はまあそういう芸風が好きな人はね、うん、またやってもらってもいいかもしれないけど、うん、ちょっとまあちょっとあんまりもう年齢的にもそういう芸風じゃねえかな俺はまあ <laughs> その候補者の方はねいやでも大先輩の江頭2時50分さんとかいるじゃないですかああいう感じでどうですかまあ、あの人別に立候補はしてないけど まあでも小池恵理子がこうやってね自分のあの学歴詐称とかいろんなあと公約何にも思ってないっていうのをね、えー、がありつつでそしてあの今回も百100人体制でこう権力で叩き潰してあるっていうのはいやこれはね日に油だと思うむしろそのあっち側の陣営が伸びることになると思いますよ。うんうん ああ命の危険を感じると。まじ、うん、で何だっけよ別に。まああの耳,耳がうるさいとか鼓膜の危険を感じるぐらいはあるかもしれないし。やっぱりさ乙武さんなんかはすごく嫌だと思うんだよね。うんうん、彼はほらやっぱりちょっと、あのー、普通の人みたいにじゃあ何かあったらすぐ走れるかとかそういうことができないわけでさ。うんうん やっぱそこはちょっとちゃんと考えないといけないと思うが、うん、まあ小池京別にそんなあれでしょうあのそんなに身の危険は感じてないと思うただうるせえうるせえやと思ってるだろうな、うん、ただなんか自分が権力者でねモラルのないことをしておいてでもっと言うと公約も守ってなくってえっ何それ私法律違反してんのはあ っていう態度それの態度でいたらね周りの人間の不満にこういう形で火がつくのは仕方ないと思うよやっちゃいけないことだとはいえね。まあね。るわな、うん、まあやっぱりさそのえっともちろん、えー、通常の活動の中でも小、うん、池にさそれを聞こうと思って選挙演説の場に。うん 逆に選挙スタッフに妨害されたって言って怒ってる人たちいっぱいいるからね小池さん回路代の問題を話してくださいとかプラカードや,やろうとしたら、うん、なんかこう屈強なやつが前に立ってこのプラカード見えないようにしてるとかそういう妨害をされていて非常に不愉快だっていう人もいるわけで。うんうんうん まあそういうのだと逆にね、あのーまあのま別にさ、えっ、ー、と選挙演説の場でやジを飛ばしてはいけないという法律は別にないからさ、ただ、その選挙演説を完全に妨害してはならないっていうことになるうです、ねうん、だからそこはさ、でも普通の人たちが。えー 乙武さん、ごまった問題どうなんですかとか、うん、もうそんなの言われる宿命にあるわけよ、絶対それって言ってい、うん、仕方ないだけどそれを逆に言うとまあ、えー、小池は都民ファーの,この中に屈強な人間を入れてさ、うん、排除するみたいなねうん、うんまあ、そういうところか警視庁を動かしてますからね、今回は今回はさらにさ もう誰も何も言えねえぜ。うん。鉄柵で囲まれて100人体制ですから。っていうか、もう誰、届かねえから、誰も聞かねえよ、<laughs> 1人言うと。は <laughs> あ<ー>。ああ、そこ難しいよね。うん、だから、これ、すべての候補者に100人張り付いてるかって、そうじゃないよ、ね。それもまたなんかね。え、ね、それもまた、うん、えー、どうなのちょっと不公平だよね、うん、ってなるうん,、うん。 だから、えっ、ー、と他の党は自分たちでなんかほら柔道有段者とか空手の有段者をさ、うん、あの選挙のあのー、スタッフの中に入れて守ってもらってるとかそんなこと言ってたの書いてあるよね。それもなんか差別っていうか、本当だけ陣営でそれやるんだったら他の陣営も全部やれよまあ、それうん、うん、やってくれって言わないかもしれないけれども。うんうん まあそれができるのはさっきも言ったけどだからやっぱり都知事だからだよね。私権力者ですのみたいなでそういう態度が民衆の怒りを買って世の中だんだんおかしくなっていくんだってあの法律と道徳があったら道徳を無視して法律が運営されるなんてことはありえないやっぱりお天道様の前に立ってね えー、これやっていいこと悪いことっていうことが必ずあるわけじゃないですか。だけどそれを全部明文化するなんて不可能だからある程度お天道様の前でこれやっちゃダメだよねっていう道徳的な部分は当然守られる前提にしてでもこれはダメだよっていうのがこの法律として書かれるわけですよ。<の> この道徳を無視した法律は成り立たないっていうのはもう法哲学の分野ででは当たり前ですだからそういう意味ではあのじゃあなんでこんな法律は守ってるけど非道徳的な選挙行為が行われるのかこれは簡単ですよ。自民党とか小池百合子側が道徳踏みにじってるからでしょって、まあ、私は思う。うん だからこういうふうなことがね起きるだと思いますよ。なのでまあ、あのー、小池さん命の危険を感じる自宅まで外宣車が来るそれは多分嫌だと思うし乙武さんもかわいそうだと思うよだけど100人体制で警備を取るとかっていうのはこれは問題の根本的な解決策にはねなってないんじゃないかなというふうに思って今日はちょっと本間さんと取り上げさせていただきました。いやでもねー 増えると思うよ。こういうの。うんうん。絶対増える。絶対増える。一回、あの、一政党だけの、あれじゃないからね。真似しようと思う。誰でもできる。これからどん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 円安で苦しくなっていく。どん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 、あの、貧富の格差は広がっていく。で、どん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 、あの、そういう大企業とか権力者は声太っていく。でも、お前ら法律守れよ。 そりゃぶち切るる人出てくるってくっ、うん、しょうがないだからあの理科に冠を垂らさずじゃないけどもねあの上の人間からきちんとやるでそれができないもうどうしてもできないもう股間まさぐりながらマッチングサイトにしちゃうとかっていう人間が副大臣とかやってる内閣ですよなのでまあいつかこれが拡大していくと。 まあ、ルイ16世ギロチンチョンンョパまでで行くわけですねどうでしょう私たちが生きてる間にそこまで行くのかちょっと分かりませんけども時代は常にチェンジしておりますので一体どうなるのかちょっと見ていきたいなと思いますはいなわけで今日もダックスショチャンネル登録といいねよろしくじゃねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえー、なかなかメディアラジオ いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。